皆さんこんにちは。9月22日しぼもてなし TV 小泉智美です。さあ昨日は中秋の名月で、そして満月ということで月を眺められた方も多かったんじゃないでしょうか。ここ秩父もですね、雲がこう出たり入ったりもしましたけれども、綺麗な月を拝むことができました。なんだかすごくね、夜は虫の声とかも聞こえて秋を感じる、そんな一夜でした。さあ今日もですね、いろいろな話題がたくさんありますので、最後までどうぞお付き合いください。それでは今日のニュースのラインナップです。まずは秩父ニュース。秋の全国交通安全運動の出発式が行われました。横瀬町では空き家見える化プロジェクト、そして大人気小鹿野の新スイーツ店、かわいい七色春スイーツご紹介します。そして市役所インフォメーションは、若い世代に結婚新生活の支援金の補助がございます。こちらの、インフォメーション。そして最後 PR 秩父は、秩父地場産センターの旬情報。今日は以上のラインナップでお送りします。さあまず最初、今日のニュースですが、9月17日から30日までの間、秋の全国交通安全運動が始まっています。それを前に秩父警察署では、16日金曜日出発式が行われました。昨日9月21日から秋の全国交通安全運動がスタートしました。コロナの影響もあり、車を利用する人が増える中、交通安全意識を高め、ドライバーなのに事故防止の抑止をしていこうと全国で一斉に実施されています。秩父警察署では感染予防も踏まえ、今回も署員のみでの出発式を行いました。式では石山署長のもと、署員やパトカー、白バイなどの赤色灯がきちんとつくか、サイレンが鳴るかなどの装備の点検や訓示が話されました。署長によると、9月17日現在、埼玉県内交通事故での死亡者は91名で、全国ワースト4位となっています。秩父警察署管内では交通事故死亡者が1名で高齢者ということです。秩父地域は埼玉県内でも高齢者の多い地域です。秋が深まり、夕暮れも早くなってきました。交通事故ゼロを目指して、ドライバーも歩行者も意識を高めていきましょう。秋の全国交通安全運動、外出を活動に出発します。はい、ということで、秩父地域でも昨日大きな事故もありましたので、今一度気を引き締めて交通安全に取り組みましょう。さあ続きまして、横津町では横ラボの提案連携事業として、空き家などの利活用を目的に、ファンタステクノロジー株式会社と連携する空き家見える化プロジェクトが開始されました。横瀬町に空き家を所有されている方は、費用が一切かからずに、売却価格や賃貸価格、災害リスクや修繕費用の目安が、ファンタステクノロジー株式会社が行う無料の調査によって知ることができる空き家見える化プロジェクトが開始され、今回はトライアルとして横瀬町にある空き家3件の調査が行われました。全国的に空き家問題が大きな課題になっている今、横瀬町とファンタステクノロジーに空き家見える化プロジェクトについてお話を伺いました。もともと横瀬町、これもしかして日本国 全国地方では同じような課題があると思うんですけど、やっぱり空き家っていうのがかなり、
行政も課題としてはかなり問題がありまして、まあ、そこに今回は、都内の、不動産業者さんが、官民連携の横瀬町の取り組みであります横ラボというものに、提案をしていただいて今回実現をしました。まあ、その内容はですね、この空き家を、まあ、こう価格帯がこのぐらいじゃないかとか、リフォームするとこのぐらいかかりそうですよとか、そのリフォームした後に賃貸するとこのぐらい収入があるんじゃないかとかっていうことを、まあ、ちょっとこう一般的な指標において価格を算出して、それを、オーナーさんにお見せすることで、今後、それを見て、あ、これだったら空き家バンクに登録してみようとか、リフォームをしてみたいよねとか、そういう、空き家がこう少しこう流動するような、仕組みになれればなということで、こんなチャレンジをしております。横瀬町ではですね、最重要課題として、私たちのいる町経営課と建設課、振興課というこの3課を、一つにまとめてチーム編成で、対応しています。私たちの、町経営課は空き家バンク、建設課の方では解体の、補助金事業、振興課の方はリフォーム、そういった補助メニューを設けてですね、この3課で一緒に対応しているという状況です。まあ、オーナーさん自身が好き好んで所有した方だけではなく、まあ、まあ、先代からの親からの財産として預かったりしている方が多くてですね、なかなか自分の代で手放すの嫌だよとか、まあ、そういった方もたくさんいます。でさらに昨日みたいに台風の影響とかで、もし屋根が飛ばされていたらとか、物が飛んで他のお宅に迷惑かけていたらっていうことで、まあ、かなり心配される空き家のオーナーさんも多くいらっしゃいます。まあ、そこを少しでもこの空き家の持っているこの負のイメージっていうんですかね、それを少しでもこうちょっと気軽に楽になってもらおうかと思っておりまして、まあ、何でも一旦は相談を受けられるような体制作りを今しています。でさらにはその負の遺産と思われているものを次の方へのこう利活用ですとか、リフォームへのつながりだとか、もう一度住んでもらうとか、そういったことで負の財産から、まあ、正の財産に、正しい財産に移っていってもらえたらなということも考えています。空き家の課題の中で、大きなところで所有者様の意識というのがあるかなと考えています。で所有者様の多くはですね、やはり不動産会社に問い合わせたりする前にどうしないかを決めなきゃダメかなというふうに考えている方が多くて、まだまだ第一歩を踏み出せてないとか、まあ、お忙しくて遠方だから何もできてないという方が非常に多いんじゃないかなというふうに考えている中で、まあ、行政様と連携をすることで、無料でこういった調査を行うことが、まあ、主様の意識の変更だとか、まあ、これからの行動に向けた第一歩にきっかけ作りになるのではなと思って、今回のプロジェクトを起案しました。今年度ですね、実は今回の事業も含めて国交省の補助金をいただいた、空き家の、事業になります。でその中で、200件から250件程度の空き家の調査を予定させていただいておりまして、年度内に、それを行いたいなと思っています。で今ですね、実は、まだ市区町村様、自治体様は、募集している最中でございまして、まだまだ、少し枠に余裕がございますので、ぜひお声掛けいただければと思っております。はい、ということで、秩父地域では空き家が大きな問題になっていますので、その一助となることを期待します。さあ続きましては、昨年11月小鹿野町にオープンしました気まぐれなお菓子屋さん七色春スイーツ。月に2回ほどしかオープンしていないお菓子屋さんなんですが、オープンするとお客さんが途切れることなく訪れるという繁盛店、こちらの秘密をオーナーの奈良遥さんにお伺いしました。小鹿野町にある自宅の一部を改修し、オーナーである姉と妹、そして弟の3人で切り盛りしているこじんまりとした可愛いお店の七色春スイーツ、お客様に安心して食べられるお菓子を作りお届けしたいと昨年11月にオープンしました。オーナーの奈良さんと妹の村上さんは、なんと赤ちゃんをおんぶしながらの営業スタイルでありながら、お客さんの足が絶えない繁盛店の七色春スイーツの秘密に迫りたいと思います。
七色春スイーツというお店で、私は奈良春香と申します。お店のオープン日は去年の令和2年の11月22日にオープンさせてもらいました。その後2月に出産したのでちょっと休みもらって、4月ぐらいから月2回ぐらい営業してます。で、営業日は決まってないのでだいたい週末なんですけど、土曜日か日曜日でやらせてもらってます。主にケーキはケーキなんですけど、とホールケーキとかロールケーキとか大きい系っていうのかな、ホール系アントルメ系のケーキが多くって、でロールケーキが一応一押しなんですけど、秩父産の米粉も使ってて、なるべく地元のものが使いたいのと、あとは国産のものとか、なるべく安心なもの、子供がやっぱり私もいるので子供が食べても大丈夫なようにもそうだし、やっぱり体のためになるもの、ただ甘いだけじゃなくってちゃんと体の身になるものとかを使っていきたいなって思ってるのと、あと卵は秩父産の平飼い卵なんですけど、あと埼玉県産の小麦粉使っていて、ロールケーキは秩父産の米粉も使ってます。米粉を使ってるのと、あと生クリームは全部純生クリームなので植物性のものとかは入ってないものを使ってますね。お客様がでも美味しいって分かってくれるので、ね、値段はちょっと高めかもしれないんですけど、お客さんも食べれば分かるって言ってくださってるので本当にありがたいなと思ってます。オープンしてやっぱりでも私が子供いるから周りもやっぱり子持ちのママが多いので、まあ、子供も安心して食べられるもので子供も喜んでくれるものみたいな感じで、インパクトとか見た目のインパクトとかも結構重視して作ってますね。本当だったら妹多分ここにいないだろうから、子供ができて生まれてで秩父に帰ってきてくれたので、そういうきっかけもあって今こうやって手伝ってもらってるって感じですかね。お子さんができて秩父に戻ってこられたってことだったんですけど、このこういうあの食品のお仕事っていうのはされてたんですか？はしてないですね。ずっと接客系はしてましたけど、飲食の、そうですね、飲食とか接客、ディズニーランドとか言っていいのかな、ディズニーランドやってたんですか？ディズニー、はい。まあ、じゃあお互いにこう支え合ってっていう、うん、すごく、うん、支えてもらってます。男性の方は、旦那さんの弟さんなんです。あ、本当だから家族ぐるみで、そう、もともと調理師の免許だけは持ってたんですよ。なんで作ることは好きなんですけど、きっかけはなかったんで。そうなんですか、はい、結構じゃあ今あの充実されてるような、うん、楽しいですよありがたいです、本当に言わせたかったケーキをきっかけに、なんかすごい私は幸せを循環させたいと思ってるので、うん、きっかけはケーキかもしれないけど、まあ、やっぱりそれで食べて喜んでくれるとか、その生産者と消費者との間に私がいて、その生産者さんが作ってくれたもの、愛情込めて作ってくれたものを私がケーキにすることによって消費者さんに回るみたいな、その循環とかもすごく意識はしてるので、誰から買うかとかそういうのも含めて循環だし豊かさとか幸せを、なんだろう、循環させていきたい、広めていきたいみたいな、ざっくりとした夢はそんな感じですかね。広げていきたい、うん、はい、ということで、すごくね人気のこちら、七色春スイーツ、はい、あの般若のところにあります、昔駐在所があったところの近くなので、ぜひ出かけてみてください。はい、続きまして秩父市インフォメーションのコーナーです。本日は地域政策課より江藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いします。地域政策課の江藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、本日はどういったお知らせでしょうか？今日は、はい、今年度新たにスタートした事業を持ってまいりました。おお、パチパチパチ。令和3年度スタート、結婚新生活支援補助金制度、はい、
補助金、はい、こちらをご紹介いたしたいと思います。はい、どういったものなんですか。はい、今までは出産とか子育てには結構手厚い支援があったと思うんですけども、はい、この度新たに結婚に対して補助金制度を始めました。はい、はい、あれ補助金ってことで、これ今まで何か何かしらやってたものがあるんですか。今までも初です。初めて、初、令和3年度初めて。あ、どういった内容なんでしょうか。はい、じゃあ概要を説明したいと思います。はい、この補助金はですね、はい、結婚新生活を始めるにあたって支払った、住宅取得費用だったり引っ越し費用、まあ、業者への支払いになるんですけども、こちらの、費用を補助する制度になってまして、金額は、婚姻時の年齢になりますが、夫婦ともに29歳以下ですと60万円、ほう、39歳以下ですと上限30万円となっております。なかなかの額ですね。そうですね、はい、家賃と考えると結構お得な、うん、お得というか、はい、結構もらえるかなっていう感じがします。はい、で今住宅取得費用、はい、引っ越し費用ってご記入いただいておりますが、すべ、はい、てが何でもかんでも対象になるわけではないんですよね。そうですね、はい、ちょっと細かく言いますと、うん、まあ、住宅取得費用なので住宅の購入費とか、はい、家賃とかは入るんですけど、はいはい、例えば何ですかね、細かい内容で言うと更新手数料とか、はい、購入でいうと土地の購入費用は入りません。入らない、はいはい、あと駐車場もちょっと対象外になってます。それは対象外なんですね、はいはいはい、で引っ越し費用の方は、ま、業者への支払いのみと書かれておりますが、はい、なんかいらないものを捨てる時の不要費の支払いとかは特に対象にならない、まあ、ちょっとそれは対象になりません。ならないということで、はい、はい、じゃあそこら辺もなかなかちょっと今口頭でお話しいただいたんですけども、詳細はまあ何かしら、ね、はい、ホームページも載せておりますので、そちらご確認ください。はい、ご確認ください、はい、続きまして、はい、どんな方が補助の対象になるかという説明になります。はい、まず婚姻時期が今年の1月1日から来年の令和4年4月、3月31日までになります。はい、でこの時に、先ほど、説明しました、婚姻時の年齢が夫婦ともに39歳以下であることが必要です。うん、でかつ、所得要件がありまして、去年の、所得がですね、夫婦の合算で400万円未満、はいはい、でこれは細かく言うと給与所得じゃなくて、例えば不動産だったり、うんうんうん、株式の所得がある場合はそちらの額も含めた金額になります。はい、でかつ、秩父市内でその対象の住宅を、ま、購入したり賃貸していて、そこに住民登録をしていることが条件になります。はい、でその他、この制度は他 の自治体でもあるのですけども、そこで、1回補助金を受けた方は残念ながらちょっと対象にはなりません。ダメということで、はいはい、でここでの注意点は夫婦での合算で所得が400万円未満ということですよね。はい、片方どちらかではなく夫婦でということで合算です。はい、ちなみにすみません、婚姻時期令和3年1月1日からって書いてありますけど、はい、現在時点で何件かもう、はい、お問い合わせ数件いただいてるんですけども、はい、実際の申請まだ0件です。まだ0件、はい、はい、なのでちょっと前に婚姻したよっていう人もまだ対象になりますので、はい、1月1日以降だったら、はい、ご確認お願いします。大丈夫ということで、はいはい、で一つちょっとポイントがあるんですけど、ここに書いてありますね、はい、先ほど の所得の話なんですけど、申請時の時に無職の時は所得なしとみなしますので、はい、例え令和2年で夫婦合算で400万円超えちゃった場合でも、うん、今その申請した時に職探し中ですよっていう人は対象になる、対象になる可能性があります。あ、はい、なるほど。なので、まあ、最近秩父に引っ越してきて、はい、これから仕事を探すよっていう人、はい、チャンスです。あ、諦めずに、はい、申請いただいて申請してください、はい、で最後に、はい、まあ、一応令和3年度の、制度なので申請期限が令和4年3月31日までとなっています。はい、で申請には、まあ、各種証明書とか、書類の記入が必要ですので、まあ、窓口でご相談いただければと思います。あとですね、こういったすいませんチラシ作成してまして、あ、なるほど、はい、区役所の玄関の何ですかね、チラシいっぱい置いてあるところにもありますし、はい、うん、ですね、市民課のところでもお配りしてますので、はい、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございます。今ちょっとお話聞いててですね、なんかもろもろなんか添付資料すごい必
要な気がするんですけども、そうですね、はい、あの家賃が分かるものなので、うん、領収書だったりとか、うん、まあ、契約書とか契約書、はい、あと所得が分かるの所得証明書とか、はい、婚姻の証明書とか、はいはい、いろいろ数種類必要になるので、はい、はい、ぜひご質問いただければと思います、はい、今さらっとねご説明いただきましたけどやはりそういったものを証明するものが必要になってきますので、ちょっとでもなんか気になった方でなんかちょっと複雑で分かんないなって方はぜひ地域政策課の方にご相談いただければと思いますので、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、電話番号こちらです。はい、でまあね、いずれ私もねそういうの活用したいと思うんですけども、はい、その頃までちゃんと残ってますかね。あ、ぜひ来年でもやりたいなというところは思ってますので、はい、ただまあ、はい、そんな実績ゼロで続いちゃうとちょっと危うくなっちゃうので、うん、はいはい、ぜひ対象になりそうな方はぜひ、はい、ぜひお問い合わせお願いいたします。はい、私もちょっと来年までに間に合うかちょっと分かんないんですけども、ぜひそういう機会があったら活用してみたいと思います。はい、ということで本日は地域政策課より江藤さんにお越しいただきました。江藤さんありがとうございました。ありがとうございました。最後は PR 秩父のコーナーです。今日も秩父地場産センターの旬情報を佐又さんに教えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ地場産センター、はいはい、今回教えてもらうのはどんな情報なんでしょうか。はい、今回はイベント情報ということでですね、10月に、はい、パン祭りをやりたいと思います。すごい、はい、地場産秋のパン祭りという名前でですね、10月の8、9、10の3日間で、パン祭りを行います。はい、初めてじゃないですか。あ、そうですね、初めてです、こういう試みは。すごい、はい、まあ、なんかワクワクしますが、どんなお店が出店されるんでしょうか。はい、そうですね、ジュリアンさんはあのいつもうちに入れていただいているところなんですが、それ以外に菓子工房橋本さん、のぞみ工房ポッポさん、マイルストーンさん、水戸屋本店さんはあのお菓子屋さんなんですが、今回クロワッサンを入れていただいて、あとラパンのあるクロウサギさんも来ていただける形になっております。はい、すごい秩父の人気の、あ、そうですね、はい、パン屋さんがたくさんという感じですし、はい、お菓子をいつも作っているようなところで、はいはい、あのパンを作っているところも、あ、そうなんですよ、三田屋本店さんはあのお店の方でクロワッサン入れてまして、うん、今回あのクロワッサンの中に生クリームだと秩父餅が入ったものがあるそうでそれを今回入れてもらえる話になっておりますんで、やばい、どんな味か全然なんか見当つかないんですけど。そうなんですよ。いや、でもそれすごい面白そうですね。そうですね、もう秩父ならではというか、うん、一品なのでぜひ食べてみてほしいなと思っております。はい、いや、なんかいろいろちょっと地場さんは、うん、はい、そうですね、チャレンジされていてそうなんですよ。で今回あの流行りのマリトッツォと、はい、あのフルーツサンドはあの入れたいと思いますので、うん、マリトッツォはあのポッポさんの方で、フルーツサンドはあの菓子工房橋本さんの方で、フルーツサンドだけは3日間あの入れてくれるということなので、まあ、毎日 ありますのでぜひ来ていただければと思っております。はい、結構皆さん SNS とかでも人気のお店ですよね。そうですね、結構皆さん情報発信もされてますので、まあ、ぜひこの機会に、であのいろんなパンが同じ場所にあるっていうのは秩父ではなかなかないのかなと思いますので、ぜひ一度来ていただいて、まあ、いろんなパンがあるのを見ながら、まあ、好きなものを選んでってもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、食卓をね、はい、彩る、そうですね、はい、パンをぜひ皆さん地場産センターに買いに来ていただきたいと思うんですが、はい、売り場はどちらになるんですか。あ、売り場はですね、中央入り口入った、エレベーター前あたりの売り場でやりたいと思ってますので、真ん中から入っていただければすぐ目につくようにはなってるかと思います。はい、もういろいろとチャレンジされていますが、はいはいはい、もう一度じゃあちょっと日時と、あ、はい、はい、そうですね、で地場産秋のパン祭りになります。10月の、8日、9日、10日の3日間になります。で一応時間は10時から5時半までにはなってるんですが、ちょっとあの売り切れ終了になりますので、もし絶対欲しいというものがある方はなるべく午前中に来ていただいた方があの種類はあるかなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、いや、もうこれすぐ売り切れちゃうんじゃないですか。だといいなと思ってます私としてはあのわっと売り切れてやったぜみたいな気持ちで、いたいなと思うんですけどもうじゃあぜひね、佐又さんを喜ばせたいという方は、ね、
私も売り場でうろちょろしてると思いますので、ぜひ来てもらいたいです、はい、お出かけください。はい、ということで地場産センター、はいはい、他にもちょっと情報あるということで。あ、そうですね、はい、あの花の、展示を今2階の方でやってるんですけど、ちょっと緊急事態宣言が9月いっぱいまで伸びちゃったっていうこともありまして、若干なんですけど10月の10日まで、延長になりました、うん、ですので、まあ、10月からちょっと行こうかなと思ってる方はぜひ地場産センターにもお立ち寄りいただければと思っております。はい、まだあの花に会えるんですね。そうですね、まだ10年後の8月を延長延長みたいな感じでまだ気持ちは8月で地場産センターやってますので、はい、ぜひね、ぜひぜひ、はい、足を運んでください。はい、ということで PR 支部のコーナーでした。さあ、ということで澤田さん、はい、昨日はすごく綺麗な中秋の名月ということだったんですけど、はい、ね、見ました。あ、ちょっと眺めました。はい、なんか秋らしい何かされたりしました？お酒を飲んだぐらいかな。いいじゃないですか。いつも通りみたいな。はい、でもお酒飲んでね、リフレッシュして、ね、私の乾杯共和国もありますし。そうです、そうです。はい、地場産センターの通販サイトで、はい、お酒買う、ね、買えることもできるので。あ、そうですね、乾杯共和国コーナーみたいなのもあるので、うん、ぜひね、見ていた、そっちも見ていただければと思います。はい、酔ったらそれでまたクリックしてもらってもいいですよね。そうですね、ぜひ。はい、ということで、これからも地場産センターの情報、澤田さんに伝えてもらいますので、ぜひ応援コメントもよろしくお願いします。お願いします。はい、そして今日の、動画面白かったという方、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。さあ、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。